あら、魔物の割には大きい方ね。ちょっと、いくらなんでも大きす。兵士が解放すると言っていたのが、この魔物だったのですね。道が狭すぎます。倒す。もう、急がなきゃいけないのに。まあいいわ。 らえっへへ Hey! ようやく終わったかゴールが目前よこれ以上の邪魔は許さないわ行きましょうこの程度の奴らに圧縮待ってシら、スラ気をつけて してさっきもそうだったけどどうしてそんなに焦っと私は <laughs> 大丈夫大怪我には至っていない手当てすれば出血も止まるはずだダメカマユーティーごめんねつい油断しちゃってそういうことじゃないの今白お嬢さん俺のカバンから包帯を出してくれないか ラテル、もう少しの辛抱だすぐに手っありがとうございますセンどうだ動けそうかはいずっとよくな見てくださいレムラント先生手当てをしたとはいえもうそのすさまじい回復力ユーティー本当に怒ってなさっき 顔を真っ赤にして違うと言ったでしょシェラこそあんな魔石この中に何かがあるのでしょう中でまた何かが起きてこの中にいる奴らぜ急がねばならんなとりあえず今は前に進むことだけ考えましょう これが…この世界のレシピ くらい <laughs> 終わったか本当に秘密基地をまだ片付けて一体誰えわかったウイグル シェラお嬢さん欲しいものは見つかったかレムナント先生どうもこの場所ではなさそうですこうなると分かっていたら仕方ないな黒魔術に関するいやスベルン私が見もしかするでも黒魔術師と取引をしたことには変わりはないよはいむしろこの程度のより危険な状況に陥るかもしれません 話は聞いたわユーティーええそれが私のに今まで鉱山から魔物が大量に出現したのも彼らがこの場所に陣取って魔物を村人は十分苦しんだんだ奴らがこれ以上勝手な真似もちろん私の魔石も取り戻さなきゃねウィーグルウィーグルシェラレムナント先生行きましょう 外が騒がしいな申し訳ありませんもはや奴らを止める兵力がごこのままではじきにここまでたどり着くはずですヘルムート貴殿らしくない失敗だな <laughs> うん。作戦というものは手中にある駒も寛容なのだよあらそのお言葉は 私たちが提供した兵士のレベルが低かった。そのまま聞き流すことはできない言葉ですわ。姫様、私の話を誤解。いいえ。ちょうど役に立たない道具は片付けようと思って。メイク王家の名誉に泥を塗った罪。ミローズ様ミライ様待ってさっき先行魔法で私たちを騙した人じゃないの。 何をしている部下を自らの手で殺すのか結局虫けら姫様ひとまずその必要はありません私お,お楽しみになりあなたはベイク王国の双子の姫ミローズベイク王国ってまず姫様がなぜここに誠に悲しいことですがこの階段を代わりと言って攻撃態勢に入ったようです キアクアブレイれ 違うあげる 答えが残ってているか見てみなきゃな《どうしてこんなことに》《癒しい平民なんかに屈辱ですわこの程度かアーチボルト準備はいいか退却ならすぐにできるがさっき背後から足待て 何かがおかしいユーティー大丈夫おっと遅刻しちまうところだったネズミがもう一匹 <laughs> 次々と一体どおっと思っていたよりこれは私にユーティー矢はよけたんじゃなかったのか毒だ かすめた矢に毒が塗られていたんだいい雰囲気を邪魔して悪かったなじゃ姫様殺す気にこ,この屈辱お姉様今はとにかくここ<っ>すまないなこれも仕事なんでね時間がない早く病院に運ばねばユーティー僕が抱える You stick. 症状は人肺症と似ているだが何の毒なウイグルーユーティー私のせいよ完全に気を失っているユースティアの根レムナント先生何か方法はないんですかすまない毒の正体が分からなければ今はユースティア君の回復力を信じるしか回復力まだ手段がないって決まったわけじゃないでしょ疫病を研究してた時期に集めた本が ウィグル心配しなくて大丈夫だよ、ウィグル。今度は、僕がユース。ウィグルやっぱり、呼吸、森の中でも、ユースティアは僕の血をの、理由はわからないけど、ユースティアにとって僕の血は薬。ウィ、ウィグル。りグルありがとう、ウィグル。 この鮮血刻印が何なのかわからないけど、ユースティア。あここはユ。ユーティー気がついたのシラ、ロテル。それに、かすめた矢に毒が塗られていたんだ。具合はどうもう大丈夫です。ごめんなさい。迷惑をかけました。はぁ。 悪いのはこっちよ私が何を言っているのクロ魔術の痕跡を追いかけようと言ったのは私よ本当ならシェラからクロ魔術師についての情報だけ聞いて違う違うわあなたをこの村に呼んだのも高山のやつらとクロ魔術師との関係を否定しなかったのも 全部私の目的に。あなたを、シェラ。シェラ見つけたぞこれだよこれだアデリーヌだったシェラお嬢さん、ラテル、これを見てくれ。あ、アデリーヌその名前が。アデリーヌ今、シェラ、あなた、え、ええ。 どうやら話すことがたくさんあるよね。レムナント先生の話を先に聞いてみましょう。ユースティア君ええ、先生。こんな短時間で治る症状じゃなかったんだが。レムナント先生。先生が言っていたアデム。うん 俺も詳しくは知らんが、アデリーヌは少し速攻性があり、喰らった人間を昏睡状態にする、強力。そして、時間が経つと毒にさらされたものは、アンデッドに当初、闇商人たちはよく効く睡眠薬として売っていたが、その実態が明らかになると、そして未だに解毒剤が見つかったとは聞いていない。いや、とにかく今は良かった。 顔色を見るにユースティア君が治ったのは。先生、アデリーヌという名前は毒…薬に使う材料を探す途中、知り合いの商人から偶然耳にしたんだ。彼の推測では、おそらくブリューインという都市がアデリーヌ流通の中心地だということだった。ブリューインアンデッド化する毒を売る場所ならば、そこに黒魔術師がいる可能性が高そうですね。ユーティーに毒矢を放った傭兵も、 そこで毒を入手したんでしょうね。レムナント先生。貴重な情報ありがとうございます。待って、キューティーどこに行くの体はもう治ったわ。黒魔術師。キューティなってる。あ、ああ君はついていかないのかいウィーグルウィーグルはは。<laughs> 《空気を読んだってことか》見ユーティーシェラ黒術師の情報は入手したしあまだ盗まれた魔石も取り戻していないんでしょう今から魔石は関係ない 僕はないけど、ユーティーそしてラテル。あえて気づかないふりをしていたのに。鉱山で探していたものと関係があるんだろう、一体。私の姉、テレーセが行方不明。ちょっと前に大陸を騒がせた大量行方不明事件、知ってるでしょう痕跡を辿っていたら、この村の鉱山の中で何か怪しげな事件が起きていること。レムナント先生とはその時に会ったわ。 でも、鉱山の剣は私一人で解決。だから私と、この村で落ち合おうって。ええ。黒魔術師についての情報を餌に、ユーティーの力さえあれば、怪しい奴らなんか簡単に倒す。でも、鉱山の中には、兵士や貴族以外に、ええ、そうだった。姉が行方不明になる前に、またあでユーティーもしかすると、あなたが追っている黒魔術師、お願い わがままなのはわかっているけど、私も一緒に行かせて。ねさあなたを利用しておいて、今更だと思うでしょうけど、必要なら私の全財産を出してでも。そんな必要はないわ。黒魔術師に関係があることなんでしょう。それな、それに、あなたの魔法があれば、黒魔術の追跡に役立つはず。断る、ユーティー。 僕も賛成だシェラの魔法があれば頼もしいからなラテルも <laughs> このシェラザード・アルミンの名に誓ってあなたたちの選択後悔はさせないわ話はこのくらいでいいかしらブリューインに行きましょうきっとそこに手がかりがあるはずよ 私に任せて これが…この世界のレシピ